hill. Each time you try, gonna get just a little bit better. Each step you climb, one more step up the ladder. It's a whole new world we live in. It's a whole new way to see. It's a whole new place with a brand new attitude. But you still gotta catch 'em all. Be the best that you can be. はい、皆さんこんばんは。ポケモンクリスタルを楽しもうぞの会へようこそいらっしゃいました。今日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いいたします。そんなわけで現在我々はこちらユニオンケーブという場所を通過しています。そのユニオンケーブに入る前に、ずーっと抱えていた卵がかえってこの通りジュリオくんとなってくれました。よろしくね。そう、トゲピージュリオ、このトゲピーというモンスターはアニメのポケモンの方で僕もたびたび目にしておりましたんで、ゲームの方でこういう形で手に入るっていうね、改めて知ってびっくりしました。技がですね、メトロノーム、チャーム、グラウルと、ちょっと攻撃系の技が不足しているんで、何か頑張ってくれた時にご褒美として、トレーニングマシンみたいなのね、使ってあげたいと思ってるんですけど、こういう話をするとね、僕の横にいるテルコさんがものすごい怖い視線をですね、送ってるんですよ、ジュリオ君に。意識してる？いいえ、私全く眼中にありませんから。あ、そう、じゃあ仲良くしちゃっていい？私とハイリーさんはすでにちぎりを交わしておりますからね。いや、交わしてない、ちぎってない、ちぎってない。そんなわけで続きをやっていきましょう。アウェイキニング、アウェイキニング、前作にこんなアイテム出てきたっけ。いつもあのポケフルートを吹いてたもんね。アウェイキニングってやっぱ起こすアイテムかな。お、なんだ、すぐそこだったじゃん。ルート33。さあ、相変わらずの闇ゴロタイムです。お、どうした、なんかこの木に見せられてる女の子がいるよ。ユサユサ。お、PSN キュアベリー。あ、ポイズンキュア。じゃあこれテルコさんね。たまにでいいんで苦くない実を私にも一粒。頑張ったらね。だからトゲピーが頑張ってくれたらそれはもうトレーニングマシーンを歌います。でテルコさんが頑張ってくれたら苦くない実をプレゼントします。私はお猿さんかい。それはちょっと俺偏見なんじゃないのね。だってうちのプライムエイプだって別に実ばっかり食ってるようなモンスターじゃないよ。謝りなさい。パンパン、何、女の子がパンパンとか言っちゃいけないよ。どうした、あの洞窟を抜け出すことができた。おう、思っていたよりも広かった。うん、探検するだけで疲れてしまった。なるほどね。お、草がありますよ。さあ、この闇ゴロの時間、なんか新しいやつ出てくるかな。まあ以前にね、朝の時間帯に遊んだ時ね、皆さんでコメントでね、朝だから朝ゴロっていうねコメントをいただいたんですけど、違うんですよ、朝は朝次郎の方だから。朝は朝次郎、そしてお昼の時間は昼サブローと、こういう風に相場が決まっています。お、混乱中にもメトロノーム、あ、なんだこれ。 Lowered its head、 お、頭を引っ込めた。ディフェンスが上がった。攻撃をしてもらいたかったよね。危ねえな。じゃあちょっとテルコさん、ケツをん、なんか嫌がってる。いいよ、テルコさん嫌がるんだったらさ、ジオドゥードにお願いしちゃっていいんだからね。でもどうなんだろう、ジオドゥードは相性的にはあんまよろしくない。どうだ、まあそうだな、ギャストリー行ってみる。
どうだ、ギャストリーム結構ダメージ量がねちょっと少ないんで。そうだ、スパイトっていうのを覚えてたんだね。これちょっとやってみる。スパイト意地悪。おなんか黒い悪魔が取り付いた。スーパーソニックは4引かれた。そうだから、朝は朝次郎、昼は昼三郎で、時々まれにしか出てこないんだけど、夕闇太郎っていうのがいて、そしてその妹の夕焼けにゃんにゃんっていうのがいます。中国出身です。もう完全に夜のテンションだねこれね。こういうくだらない親父ギャグが飛び出してくるな。夕焼けにゃんにゃんね、よく見てましたよ。昼はいいと思うで、夕方は夕焼けにゃんにゃんってね、このスタイルがよく似てたからね、いいと思うとね。で、他局になるんだけど、ある意味では子供向けの笑っていいと思うというふうに呼んでもいい、パオパオチャンネルっていうのがあったんですよ。こんばんは。お、トンネルを抜け出した。お、まだまだ元気。で、面白いのがね、パオパオチャンネルっていうのは、まあ、子供向けの笑っていいとも的な存在だったんですよ。日替わりで、こう、パネラーが変わるってね。で、まあ、パネラーっていうか司会者っていうか、出演者がね。で、そこで人気になったタレントさんが、笑っていいともの方でも、人気になっていくってね。そういう、なんか、現象がとても面白かったですね、当時。さーっと。一気にじゃあテレコさんやってもらっちゃおうかな。よろしく。ロックスロー。お、うちのジオドゥードも覚えてくれたもんね。ちょっとテレコさん危ないんじゃない。危ないことなどない。ピューいけるか。パッシーンと。さすがテルコウジ。ジュラシックテルコウジです。そして寸止め。残念だったな。お、マチョップ。マチョップか。うちちょっと待って、誰かいる？マチョップに相性いいやつ。あ、ギャストリーいいんじゃないの。お、かわいいね。でもおっかないんですよ、こう見えて。ペロンチョ、かわいいダメージ。お、フォーカスエナジー。これはね、ちょっといやらしい技でね。お、パンプアップ。これは危ないな。寝かしてみる。眠れ。よっしゃ。さーてと。じゃあどうしようかな。スピナーラックいってみる？頑張れー。ポイズンスティング。チュン。あ、そんなもんか。じゃあさ、スキアリーフェイスを一発。あ、起きちゃった、やばい。お、でも大丈夫。37 B。 よし、頑張れ。いざとなったらアイテムも使ってくるから。来た、ローキック。どうだ。3。うん、3ならまだいけるな。チュン。来たぞ。さあ、ちょっと危ないね。クリティカルが出たら怖いんで。アイテムを使ってあげちゃおうかな。あ、ない。残念。あ、でもベリーがある。テルコさんが喉から手が出るほど欲しがってる。ベリー。これを使ってあげよう。ただここで使うんだったら、あれだよね。他の子に交代した方が良かったりする？どうなんだろうね。うん、あ、そうだ、ギャストリーがいいじゃんね。
出戻り。よし。やったぜ。時間はかかるけど、頑張っていこう。こんなにリア、ディフェンスが落ちた。大丈夫さ、効かないもんね。そういえば皆さんから、ママが買ってくれたスーパーポーション、あれに対して面白いコメントをいただいて、僕がほら、スーパーポーションを通販で買ったんだけど、抱き合わせで、別にいらないデジカメとかプリンターとか、そういうのをね、買わされたんじゃないかって話をしたんだけど、そしたらね、面白いコメントがあって、いや、抱き合わせはスーパーポーションの方なんじゃないっていうね。笑っちゃったよ。きっとね、空気清浄機かなんか買ったらついてきたんだよ。サンキュー。か、美顔器とかね。レシート見てないもんね、だって、アイズちゃん。いや、なかなか強かった。うん。ハイカーが一番得意なのは山。ところで、おう。俺はハイカーなんだが、うん、知ってます。なので、よく山や洞窟に行く。うん。時々レアなポケモンに会う。え？夕闇太郎？私は夕焼けにゃんにゃんになってみたい。今度、見かけたら電話しましょう。いいね。スワッピングフォンナンバー。スワッピングっていう風に言われるとちょっと聞こえがな。いいよ。アンソニーの番号。うん。なるほどね。辛抱強く待っていてくださいって。わかった。レアのポケモンか。いいね。さてと、状態的には結構厳しいんだけど、いけそう？音楽変わったけど、もしかして今、おう、なるほどね。アザレアタウン、入りました。ちょうどよかったよ。ちょっと待って。大丈夫？この人明らかにあの格好してるよね。ちょっと、テルコさん。テルコさんもやばいんだよね。じゃあ、フート、いや、ジオドゥードにしとこう。一応ちょっと一歩前に出るからさ、何かに備えて、備えあれば憂いなし。どう見てもさ、あの格好してるじゃん、このショッカーチックな。大丈夫？ポキセンターに先に揺らして、スローポークウェル。お、スローポークの井戸。うん、またの名をレインメーカーウェル。うん、地元の人はスローポークのあくびが雨乞いになってるって。うん、マート、うん、こんばんは。スローポークは消えてしまった街から。なんかさ、こういうテーマって非常にドラゴンクエスト7だね。どこかでカルダの尻尾が販売されてるっていう風に聞いてる。あ、見かけましたね。100万ポキドルぐらいの値段で売ってたよね、うん、で途中であったハイカーもさ、なんかかわいそうにってこと言ってたよね。ポケモンと人間が、お、平和に暮らす街。いいね。ひとまず、こんばんは。よろしくお願いします。どうもです。ということで、あそこにいるショッカーチックなやつに話しかけるんであれば、まあ、テルコさん先頭にした方がいいかな。うん、何の問題もなければそのまんま、まあレベルがちょっと一番低い、しかしながらフル株であるフートフートを先頭にしてあげたいと思うんだけれど、その前にこのエプロンお母さんにお話をしましょう。アプリコーンについて知っています。アプリコーン、なんかアプリコットみたいだね。アプリコットとコーン、エーコーン、どんぐり、どんぐりあんず。一つ割ると、何何、スペシャルデバイスになる。どういうこと？それでポケモンをキャッチできる。お、
ポケボールが発明される前、お、ちょっといい話をしようとしてのみんなアプリコーンを使ったものです。なるほどね。今はみんな機械に頼ってると。昔はねこうやって知恵を絞ってやったんですよっていうね。おひょいさん、ビルの PC は一つのボックスにつき20まで保存保管できます。そうだよ、この間そういう話題になりましたもんね。さーてと、今日のサムネタイム。今日のサムネはね、どうしよっかな。そうだな、じゃあ参っちゃうね、誰行く？じゃあウーパー行くか。はい、お待たせ。ね、かわいいね。まあ次のレギュラー候補でもありますからね。うん、まあそうだね、この街のどっかのタイミングでスイッチしようか、それとも今すぐ入る、どうする、今すぐ入る、どうする、どうする。でもね、まだちょっとね、今すぐ入れてもいいんだけど、卒業っていう格好にまでちょっと行ってる子がいないんですよ、僕の中でね、あくまでも。まあ、強いて言うならば、まあ、テルコさんはもう十分実力を見せてくれたから卒業っていうレベルにあるんだけどね。まあ裏主人公だからね。もうその裏主人公の差をちょっとジュリオに奪われそうになってるから。保証はない。はい、こんばんは。君のポケモンは HM の技を覚えていますか。お、フートフート。倒れた後にも使うことができるんですよ。こんばんは。ここに来たのはカート。カートのボールをゲットするため。カートのボール。いろんな人がそうしに来る。手に入れろ、カートのボール。やれやれ。はい、兄さん失敗しましたね。そのセリフこっそり私の耳に喋っていれば私が代わりに代行したというのに。お、なんか鉢巻き巻いてます。すべてのスローポークが消えてしまいました、あっちから。森の門番というか見張りが、お、怒ってます。悪い予兆。スローポークはどこに行ってしまったの？なるほどね。僕のスローポークはどこ？僕のスローポークはちっちゃいの？アイビーさん、また失敗しましたね。今のも私の耳にこっそり囁いていただければ、私が。大丈夫、責任を取る。何？ラッキーナンバーショー？今週のラッキーナンバーは、何か超面白い。これはショー。トレーナーの ID でしょ？に、これ当たったらなんかもらえんの？ラジオタワーに行くように言って。あれだよね、昔さ、シンプソンズの話で、なんか、あったよね、こんな話。なかったっけ？ラジオ局に行って像をもらうっていう。そのラジオ局行って像をもらう話のネタが、まさに今のネタなんだけど。It's a TV。見ればわかるっていうね。そして、みんな大好き。タウンマップ。タウンマップでござい。いやー、遠くに来たね。だって実家あそこでしょ。指さしても皆さんにはきっと見えないでしょうけど、でもずいぶん来たよ、女の子が一人で。そもそもさ、こんな夜中なんでこんなにさ大勢の人が徘徊してんの、女性や子供まで。それもびっくりだよね。それを言っちゃおしまいよっていう感じだけど。アザレアタウン、ポケモンジム、リーダーバグジー、をバックスバニーみたいなね。ウォーキングバッグポケモン。あ、虫タイプってあんまないよね。あ、ちょっと待って、ここにもおっかないやついるんじゃん。なんかここの曲、この街の曲いいね。なんかさ、ちょっとファミコンジャンプの街の音楽を彷彿させるものがある。ん？スローポークテール？美味しいって聞いた。それを聞いて嬉しくないかいって。
何スローポークテールで商売してるってもしかして、うん、アザレを抜けるとアイレックスフォレスト、アイレックスフォレストのアイレックスってなんかのポケモンのなんか下4文字取ってたりとかする。これらの細い木が通れなくさせてる。あ、あってはね、別の場所に、チャーコールマンが、チャーコールマン、木炭野郎。なんだ木炭野郎って。あ、カットができるって。じゃあなんで頼まないの？なんか気難しい人なのかな。カートの家。で、ここが、アイレックスフォレスト。ちょっと先にさ、アイレックスフォレストがどんなになってるか見てみようよ。ゲート。あ、いるじゃん、ブルー。うん、アイレックスフォレストは大きい。気をつけろ。迷子になるな。そして、テルコさんじゃん。ドッペルゲンガー。森はプロテクターによって見張られてる。おう。あ、そして、おっかない音楽。戻ろう。あの先にあるのかな、なんかそういう細い木ってやつが。そしてここが、お、ちょっと待って、ユサユサユサミモリ。 Hey it's WHT エプリコーン。ホワイトアプリコーンってこと。白アンズどんぐり、どんぐりアンズ。うん、やった。未だに慣れないこのパックっていうのがアイテム欄っていうね。これか、ホワイトアプリコーンギブトス。あ、ちょっとよくわかんないね。でも町の人の話によるとこれが昔ポキボール代わりに使われてたっていうかね。いや逆だね、むしろポキボールがそのアプリコーン代わりに使われてるっていうね。お、こんばんは。誰だ誰だ君は。ん、入り？じゃあ友達になろうって。そうじゃないって。ん、どうしたどうした。お、玉を作ってほしいかって。玉を作ってほしいかって、その聞き方ね。ソリー、でも待ってもらわないとって。うん、チームロケットをご存知。あ、心配するな、教えてやるから。どうせだからそういう言い方するなっていうね。で、チームロケットは、うん、極悪軍団。うん、ポケモンを汚い仕事のために利用する。こうクソ汚い仕事にポケモンを使う。そして3年前に解散したはずだった。お、ジョバンニのなんかさ、弟が今後を継いでみたいな、そういう展開。いや弟ってことない、だいたいね息子なんだよ、全然性格の違う。うん、とにかく、うん、井戸にいる。で、お、スローポークの尻尾を切り取ってる、売るために。だから、お、教えてやるのさ、お灸を添えるって。ハングオンスローポーク、待ってるよスローポーク、このカート G が今向かう。行っちまった。奥さん、娘さん、あ、お孫さんだった、まさかの。二つ言ったのに両方不正解っていうね。何、グランパっていう言い方するの。なんかさ、なんかね、テルコさんとすごくゆかりのあるお孫さんで、グランマがねっていうのはね、別ゲームですから。グランパが消えちゃった、おじいちゃん消えちゃった、 I'm so lonely、 寂しい。うん、お、フォレストプロテクターの銅像。何これ、先祖代々守ってきたのか。ちょっと待って、ここのはさ特別なポスター貼ってるじゃん。3人いるよ。誰だこの3匹。お、ヤングプロフェッサー、あ、若彼氏日の OAK、 ちょっと見てみたいよ。あ、でもあれだね、ハートなマークだからね、確定ではないわけね。ああいうの見るとさ、若かりし日の三上さんと若かりし日のガモーさんとかさ、そういうの思い出すね。熱いよねあれね。
なんだあの人たち日本代表で戦ってたんだみたいなね、一緒に。そんなわけで、じゃあちょっと見てみる。あ、ここ話したか、こっちか、井戸っていうとこ。井戸っていうとこちょっと待ってね、行く前に現在のアイテム、ポーション1個、これ売っちゃおうぜ。あとはそんなもんか、随分アイテムないんだね。あ、そっか、 X アタックまだ、 X アタック、 X ディフェンド、リペル、その辺売っちゃおう。決めた。で、下の方にポーションがあるのが見えたね。あ、ここポケセンターだ。マート行こう。なんとなくね、ファミコンジャンプだね。グレートボールはここにはないよ。ポケボールでことを済まさないといけないよ。カートがカスタムボールを作ってくれたら嬉しいのにって。セル。何をセルするって。まずリペルを見ます。出てきてほしいもんね。この段階では。モンスターに。はい。それから、X アタック。いくら ?250。いいね。よろしく。はい。それから、ポーションをね、上の欄にしてね。X ディフェンドってやつ、どうも。そんなもん今んとこ。よし、で何言ってんの。おっ、チャーコール、ここで売ってんの。これはあの木炭野郎に渡すの。そんな感じ。ポキボール、ポーション、スーパーポーション、エスケープロック。そうですね、そうですね、ポーションを買っといて損はないと思うんです。4つ、うん、で、ポキボールが現在いくつあるんだっけ。お、上位、悪いな、上位だけなかなか会いに行けてないんだよ。バトルしたがってるね。悪いね、なかなかね、故郷から離れてしまったから。うん、パックで、まずこのポーションを上に移そう。刻んでいく感じね。それからポキボール、まあ8やればいいかな。うん、グレートボールはキャッチングポケモンに最適。でもカートはもっといいものがあるって。あ、消えてる。っていうことはカートがやっつけた。じゃあ、あと、おお、じゃあこの6匹で頑張っていこうか。おそらく、敵がうようよいると思うんで、この6匹で冒険するのは、今回これが最後。みんなで頑張ろうね。お、カート倒れてる。お、カートどうした。ヘイゼア、ハイリー、上にいた門番見張りはこの我が輩がやっつけてやった。と、ありがとう。しかし転げ落ちてしまった。怪我しちゃった。おお、背中を打った。動けねえ、くそったれ。んで、お、ハイリー、君が私の代わりにガッツを見せてくれ。お、いいよ、みんなガッツで行こう。その前にちょっと釣りでもする。一応ね、うん、全てを疑いの精神。ね、前の作品の常識はこっちの常識じゃなかったですからね。あえて今常識っていう表現に変えてみたんだけどね。なんだ、釣れないか。じゃあ行こう。おーっと、早速ショッカー現る。ん、クソ、上で見張りをしていたのになんかやられたって。うん、やばいな、あいつ生存してたぞ。お前に対してその怒りをぶつけてやる。
どうだ、でもカートが何匹かやっつけてくれてんじゃないの。やっつけてるっていうのはいい表現かどうかわかんないけど、ね、彼らだって従ってるだけだもんね、命令に。お、ロケット、グラント。お、ちょっといいね、このデザイン。ラッタッタ、フリフリ、いけ、ジェイ、ケルコ。じゃあこのまんま行こうぜ。まずはじゃあウォーターが、ケルコレベル上がりそうじゃん。もうちょっとでレベル16だね。おお、いいね、いけ、ピューピューピュー、サンキュー。そしてレベルアップ、16で上がった。何が上がったのだったった。レベルにもよるけどね。なんだけどとりあえずギャストリーはあれじゃないの。あ、でもあるか。あ、しまった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 、つい忘れちゃうんだよね。逆なんだよね、表裏一体というかさ、ギャストリーの技は効かないんだよね、おそらく。忘れちゃうんだよね、それね。でも一応ちょっとさ、ヒプノシスかけておこうか。サンキュー。んーでだ、ジオドゥードがいいんじゃないの。しかも、新しい技を覚えたと思うんで、それをちょっと確認しよう。スロー15回ロック。ロック技ってさ、あんまり縁がこれまでなかったから楽しいんだな。やってみよう、ロックスロー。そして起きちゃった、いけ、ロック、パシ。お、強い強い。無駄、サンキュー。うん、スローポークから尻尾を切り取ってたさ、操作、そして売ってたさ、操作、全部利益のため。そうだ、我々がチームロケットだ。そして金のためなら何でもする。じゃあ、そうだ、1000円あげるから今すぐその服脱いで町内一周してきて。金のためなら何でもするんでしょ。お、ちょっと新しい感じじゃん、女の子。まあ新しい感じじゃないけどね、あのジェシーとジェームズがいたから。ストップテイキング、あ、尻尾を刈るのやめろって、イエーイ、私ら全員倒してごらん。ロケット、グラント。お、ズバーッ。よし、そうだね、逆にもうジオドゥードに任せてみちゃうか。1、やりな、ロックスロー、 ROCK ロック、パシーン、やったぜ。皆さんからね、この音がすごく気持ちいいってコメントをいただいてました。同感です。いい関数、お、いい関数か。このままでいいんじゃないの。どうだ、スネーク。お、ラップ、そういう技か。そういう技で来る？いいね、いいね、強いよ。ということで、しばらく交代できないんでしょ？なるほど。で、毒を浴びせるっていう、そういう魂胆か。強いジオドゥード。レベルアップ、サンキュー。ス
スローポークテイルズはすぐ生え変わる。それを売って何が悪いんだい。よし、じゃあちょっとスイッチでジオドゥード。お、スーパーポーションおまけで、あれはもしかしてスローポーク。どうした。お、狩るのもやめろって。そんなの従っていたら我々はおしまいだ。ラッタッタ、ゴージオドゥード。お、フリフリ投げつけろ。よし、素晴らしい。ズバッと。そうだね、ちょっとあれでしょ、守備力落とされてるんであれば、ここで変えてみるのも悪くないかな。例えばさ、そうですね、ギャストリずつだけど頑張って。でもやっぱこういうね、実際の人間との対決は燃えるものがあります、ね、前にね、スプラウトタワーでしたっけ、旅していた時にサゲニールっていうトレーナーが出てきたんです。で、そのサゲニールって出てきた時に皆さんの中のお一人がね、コメントで「セダカ」っていうのが入ってね、それが流れたんですね、動画に。セダカ、それね、すごいお気に入りです。そのセンスお気に入りです。抜群のタイミングで流れたんですよ。サンキュー。お、ズバッと。よし、じゃあジオドゥードいく。回復済みの。投げろ、ロック、パシーンと一発。サンキュー。強すぎる。確かにね、自分もびっくりです。金がいるんだよ。ロケット弾も大変なんだよって。お、スローポーク。お、尻尾がない。ん、メールがある。読みますか。はい、ハイリはメールを読んだ。この家を見てください。おじいちゃんとスローポークとで、父より、あ、お孫さんのスローポーク。これ、うち来るかい、うち来るかい。よし、時間的には結構やばいけど。なんだって、なぜ邪魔をする。容赦はしない。それはこっちのセリフ。1分で倒してくれ。いや、むしろ30秒でやってくれ。レベル14のコッピング結構きつい。タックルきた。期間1。よし、いけ、ロック。微妙、ここに来て微妙。
ポイズンギャス。ポイズンになっちまった。投げろ。バシーン。うんうん、いいよいいよ、頑張れ頑張れ。いけるいける。ロック。優勢だぞ。いけるいける。ジオドゥード先生、投げろ。マシーン。もうちょい。もうちょい。いけるいける。スモーク、これはわからん。1、よし。ラスト石出来。おお、ミスった。これがどう出るか。これが出る。これはね、最後まで、最後まで任せる。投げろー、ドゥード。サンキュー。レベルアップ。どうだ、今回は負けだが次は分からんぞ。お、チームロケットは3年前に解散した。しかし活動はアンダーグラウンドで続けていたのさ。さあ俺たちがまた混乱に巻き込んでやる。おおお、そしてやってきたよ。お、よくやったハイリー。チームロケットは消えた。そして背中も治った。さあこっから出よう。おお、ということでお時間となってしまいました。この続きの展開は次回お届けしたいと思います。それではまたね。さようなら。引っ張ります。